尿素は有機化合物で生体の代謝に使われ尿中に排泄される。カルバミドとも言う。無機化合物から初めて合成された有機化合物として有機化学史上重要な物質である。保水作用があり皮膚に水分を保持している成分の一つで保湿剤や濃度を高くし角質誘解に使われる。肥料野望合理剤にも使われる。無色無臭の結晶で。 哺乳類や両生類の尿に多く含まれる。水に容易に溶け、その溶解度は1 0 8ム、1 0 0トル。懲戒性を持つ。非線形光学現象を示す。加熱すると分解し、アンモニア、ビューレット、シアヌル酸に変わる。尿素の結晶の構造には、小分子が入るのに、ちょうど良い大きさの空港がある。そのため尿素は、ヘキ酸など、 様々な化合物と安定な放摂化合物を作る。過酸化水素との放摂化合物は固体の形で取り扱える酸化剤として市販されている。最も簡単な窒素化合物はアンモニアであるが、生体に有害なため安全な尿素として貯めた後に水溶液として排泄される。ただし水溶性であるから水とともに捨てなければならず、濃縮にも 一定のエネルギーを要する。水の確保が重要な問題となる生活では、この点で非水溶性の尿酸にした方が有利となる。爬虫類や鳥類の糞に含まれる白い部分は、非水溶性の個体の尿である尿酸である。窒素の排泄は、甲骨魚類では主にアンモニア、哺乳類、両生類、軟骨魚類では主に尿素、鳥類や、 爬虫類の多くでは主に尿酸の形で行われる。なお、軟骨魚類は、浸透圧調節のため、尿素や、トリメチルアミンオキサイドを、オスモライトとして体内に蓄積している。人においてもタンパク質などに取り入れた窒素のうち、過剰分やアンモニアが、尿素回路を通って、尿素の形になり、尿中に排泄される。一方、プリンヌクレオチドは尿酸まで代謝されたところで、 体内では、ビタミン C に代わる抗酸化物質として利用され、尿酸を分解する酵素活性が失われているため、アラントインや尿素に分解する経路を持たず、尿酸の一部が活性酸素やストレスなどへの抗酸化作用によって代謝されていく。このため過剰なストレスで尿酸の生産が更新され、尿酸の排泄が追いつかなくなり、結晶化して有害性を示すことがある。 尿素の用途として、保湿クリーム、肥料などとして広く使われており、ホルムアルデヒドと反応させることで、尿素樹脂も得ることができる。高濃度の水溶液は、タンパク質、核酸を変性させる作用がある。皮膚の核質細胞内で塩化して、水分を保持している成分の一つ。尿素は10%まで、皮膚の保湿剤として、それ以上で皮膚の核質融解作用を示す。 抗真菌薬や抗炎症薬の浸透促進剤として働く。窒素を多く含み、植物の早く木を育てる化成肥料として農業でも使用される。水と混ぜると吸熱効果が現れる。硝酸アンモニウムと尿素の混合物を水の入った袋と同封し、衝撃を加えて混合物を反応させ、 冷却効果を得る携帯用の冷却パックとしての用途もある。またディーゼルエンジンでは尿素を水に溶かした尿素水を使って窒素酸化物を分解している。具体的には尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ水と窒素に還元させる。航空機の機体や滑走路に散布する。 凍結防止剤として、尿素を主成分とした防合理剤として使用される。一般的に使用される塩化カルシウムと異なり、金属への腐食性がないため、微細な腐食から重大事故へつながる、可能性が排除できない、航空機に散布される。フリードリヒ・ベイラーは、尿素の合成法を発見した。尿素は、人間の手によって、初めて無機化合物のみから合成された、有機化合物として、 有機化学の歴史上非常に重要な化合物である。フリードリヒ・ベーラーは1828年にその合成に成功した。彼はシアン酸アンモニウムの水溶液を加熱して尿素が生成することを確認した。この合成法はベーラー合成と呼ばれている。その当時の化学では有機化合物は生物にしか作り出すことができないという考えが正当とされてきたが、 ベーラーの実験結果はそれを覆すものの一つとなった。http://toxnet.nlm.nih.gov/.cgi-bin/.susa/.sus.f. テンプ、ザベキップ、1、ソルハト、プコデータ。2010年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月27日閲覧。 AB パーネマー TS, インドラス 2TN, ダナー TR, サイフジン T, ザローリョブモイスチャーザースインワードレッシングバリアスカインズオブダーマタイティスエレビュー。クランメッドレス75-87ドイ10.3121 CMR, 2017.1363 PMC. 5849,435プミド2,9229,630 http コロンスラッシュスラッシュ www.clinmedres.org スラッシュコンテントスラッシュ15スラッシュ3ダッシュ4スラッシュ75ドットフルエーセルノエルトピカルユリアインスキンキャエイレビューダーモットルセア E12,690 ドい、10.1111、DTH、12,690、プミド3,0378,232、尿素、尿素、の意味国語辞書、偶辞書、有馬ま郎、両生類の起こり生初期の代謝集散物について、相変わず尿の化学成分について、動物学雑誌61、1952年9月15日、 ピアニッシュも275から277ネイド1100億336万889石橋健一大学院特論講義水電解質研究の進歩明治薬科大学研究企業38号2009年5月31日ピアニッシュも21から28尿素 J グローバルありがとうございます